セミナーね。で、まずね、あのセミナーをものにするために重要なことは、常に、ね、目的意識を持って、まあセミナーって、まあやっぱりね、一般論的なものが多いんですね。一般的な中小企業としてはこういう考え方とかこういうやり方で成功しているところがあるよと。まあ例えば不動産屋さんで、ペライチ使ってこうやって成功してるよっていうのが出たとします。でその時にじゃあね、うちの業界、例えば、ね、うちの飲食店だったらそれどう捉えるっていけばうまくいくんだろうかっていう形で、ね、セミナーで話してる内容とか事例をね、いかにね、自分のところで、ね、活用できるのかっていうのをつい変換しながら捉えて、ね、自分のところの集客につなげるためにはどうするべきかっていう、そういった視点で、まあ、セミナー内容を聞いて落とし込むっていうことがね、大事です。なんでね、ポケーって聞いてたりとか、まあ、素直にそのまま聞いてるのもいいんですけど、ね、つまりね、自分の業種に当てはめるとどうなるのかっていうことをちゃんとね、そこをね、常に心に置きながら話を聞くっていうのが一番ですね。でもう一つ実はすっごいおすすめな方法があってですね、これはねセミナー後です。セミナー後、あの大抵あの講師と名刺交換して数分話せるチャンスがあるんですね、まあ、商工会議所のセミナーとか、まあ、それだったら特にね講師と名刺交換したりできますんで、その時にですね、これこれ、今日お話聞いて講師の先生ですよ、今日お話聞いてこれこれこの部分でうちの業種はこういう形で活用したいと思うんですが、この部分ってその形で大丈夫でしょうかっていうね、要するにそのセミナー聞いて中で自分の業種を当てはめた時にこうやっていけばいいんじゃないか、この部分はいけるんじゃないかっていうのがあるんじゃないですか。それを実際ね、あの講師の先生に聞くんですよ。自分の業種もこうだと思うんですけど、これでこれで正しいですか、他に何かいいアドバイスありますかって聞くと、まあ、講師の先生プロであればですね、あこの部分はこれ正しいですけど、この部分はよりこうされるといいですよみたいな、そういうね、あとポポンって返すんですよ。まあ私もね、ようやりますよね。まあ、そうすると、よりね、自分の業種にとってやるべき、まあ成功というか、成功すべき、正しい道のりがちゃんと、ね、講師の先生からアドバイス、ものの2、3分ですよ。が、この2、3分の答えをもらって、それをね、実践に落とし込むことの方が、すごい大事なんですね。なのでね、自分の業種に当てはめて考え、落とし込みつつ、セミナー後、講師との名刺交換タイム 2、3分でね、それをね質問して確認して、それで持ち帰って実践する。そうすると聞いたセミナーを実践に生かして成果を出すということになりますので、ぜひですね頑張ってくださいと。